はい、ではじゃあ、はい、それでは前回続きからやっていきましょう。飛行船墜落させられてピアノを弾いてるやつらのとこですね。あれを早く演奏をやめさせろと言われてるんで、行きましょう。ハッチ開ける、行くぜ。開けんとやばいらしいんでね。じゃあ止めんとやばいらしい。やめて、行け。やめて、大変なことになるわ。おいおいおい、こうでしょ。やってしまったのね。何が。あいつが戻ってくるわ。音程は合ってた。楽器が違うわ。両方揃わなきゃ奴は気づかない。でも歌で気を引けばどこへでも連れて行ってくれる。は、何のこと。カード取る。何者なの。私たちはいるところにいる。いる場所にいるものだ。カムストックはこの歌を使ってたんだな。歌は他にもあるか。鳥を味方につける歌は。作曲した本人に聞けば。そいつはどこに。なんかそうだよ。楽器が何あれ、パイプみたいなやつ、パイプみたいなやつに乗ってたらいいかな。これがさ、よくわからんかったよね、前回の段階でもね。結構よくわからんで放り出された。あ、それピアノ押す、はい。あ、押すってそっちのせいだね、物理的にね。待ちにたまえ、エリザベス君。カムストックハウスよ。探すならまずはあそこから。あ、もう探す前提なんや。この人たちはどこへ。ボックスポピュライのいないところだ。おう、探す前提で話進んでたな。よし、ごめんよ、ちょっと失礼。えい、センキュー。ちょっとあさらしていただいてありがとうね。あ、そういうことね。ジャンプできないってこと。あ、そういうこと。おい、人が乗った方がいいぜ、荷物よりも。ほんとに風カバー漁ってる俺が言うのもなんやけど。よし、さらばだ。カバーは漁らせてもらった、ありがとう。有効活用させてもらうよ。タバコ吸っちゃったよ、間違って。間違って、すっちった。よし、お金ガンガン拾ってこう。ちょっとね、面白いことをね、教えてもらったりしたんでね、それをね、やっていきたいよね。珍しくコメントでね、ちょっといただいちゃったんでね。あ、いける、いける、そこでいける。ちょっと待ってや。そこでいける、ちょっと待ってや。ちょっと待ちたまえ、待ちたまえ。僕はカバンを調べたいんだ。新しい銃が書いてあるんだよ、さっきから。ヒーターもあるし、ヘイルファイヤーっていうのがあるんだよね。あ、その障害物って書いてあるから敵だな。完全敵なんだけど、ちょっと待ってや。ぼっちゃんねーって言ってもうせ。さあ、これ自販機ですね。自販機にポゼションを使ってみろって言われたんで使ってみますよ。はい、待って、受け取って。 OK、 自販機にポゼションを使う。はい。おっ、なにお金いっぱい、お金いっぱい出た、やったお金いっぱい出たよ、やべえぜ。よし、とりあえずハンドキャノンと、ハンドキャノンだけだな今のところな。よし、ダメージブースト、これ1個何のやつ。これショットガンか。あ、ハンドガンもあんのね。ハンドガン買ったか、どうしよう。やった、なんかすっげえさ、お金もらえた、やばいね。よー、そういうことか。おー、これはいいね。これは非常にいいね。え、おい、待て、急に来た。今度は人に向けてポジションを使う。はい、ありがとう。行って、攻めこら、なんとか。はい、よいしょー、倒したよ。オッケー、痛い、ちょっと待って、強い、結構強い。何、ちょっと待って、めっちゃ強いんやけど、なんで今日、今回そんな強い。あれ、これまず一人、はい、次、これ、
つこれ。はい、あそこもいるな。ほっ、ありがとう。くれ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 。はい、センキューセンキュー。どこ、あとどっから撃ってんのよ。あいつか。あいてててててあいててあいてててててて。ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、今回急に強くなったな。なんだなんだ。おお、所持機の一部を失うので注意。所持機の一部失った。これなんかめっちゃ急に強くない？何これ。そうだ、オッケー、やってくれ。さあどうぞ。行け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 。こっちから行こう。ほっ、あぶね。ちょっと待って、弾あった、全然あった、全然あった、全然あった。なになになに、全然弾当たらなかったけど。まだちょっと待ってくれよ、急にやばくね。なんかやってくれ。よし、行け。撃て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 。瞬殺されてんねんけど、もうスキート。あれ、どこだ、あそこの奥にいるやつだな、あれだな。あら、よし、はい、次。生きてんじゃん、こいつも。あいつ、あの対空砲撃ってるあいつだ、あいつ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、強い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 。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいつもよりすげえ HP 減る気がする。あれ、こんな難しいゲームやったっけ。なんで急に HP こんな減るようになった。ちょっと待って、ちょっと待って。エリザベス、よし、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、次。はい、よし、来いや。次あれだろ、多分。いけ、大丈夫大丈夫。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、はい、助かる。で、もう一個、はい、開けろ。これで撃って殺してくれ、頼む。あそこも行け。それで全部よ。大丈夫大丈夫。よし、当たった。行け。あれ、死んでないじゃん、いるじゃん、普通に。敵だろ。 OK、 はい、これが死ぬ後。 OKOKOK、 死んだな。え、待って、なんで俺このシーンなん、ここで何があったん。待って、なんかなんか全然自分の思うように操作できひんかってんけど、どういうこと。ちょっとね、なぜ俺もこんなに死んだのかよくわからんね。何を言ってるかよくわからないと思うか状態だけど。え、何があった、本当に。私何があったの。欲しい欲しい欲しい。ちょっと待って、自分でもさ、え、何があったかもよくわからん。何が起こった今。俺はなんで2回も死んだの。なんで2回も死んだの。 What？ なんか対空砲みたいなやつをぶちかまされたのは事実っぽいね。おう、ハスジエルチョウ、そうそう、中津中津エルチョウ、話すと R チョウ話すとか爆発すると、まあ、よくわからんけど強そうな武器やな。水たまりってなんだこれ。やれ、なんだこれ。水たまりって出たんだ。水たまりは何の意味があるの、これ。謎の水たまりなんやね。いやーね、ひどかったね、ひどかった。自分でも近年まれに見るひどさやったと思う。あるよね、あるある。ここ思うように動かないときあるよね。よし、じゃあまあ行こうか。いやー、早すんませんの。どうしてあの歌でソングバードを操れるんだ。とにかくそうなの。うん、子供の頃はあの歌に大喜びした。ほうほうほう、あれが全てだったから。私に食事と本をくれた、あれは私だった。じゃあこれから操ってしまえよ。大きくなるまではね。うん、それから嫌いになった。私の監視役だもの。あれはカムストックのペットだったの。私と同じ。すぐには開けないんやけど。オッケー、ね、何これ。いや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 、待って、これ頭やん。
スロイもカムストックも変わらない。頭に血が昇った連中はなかなか正気に戻らないもんだ。私たちの責任。そんなこと言うなって。俺たちも望んでこんな世界にしたわけじゃねえぜ。で面白いことができる子たち見つけた。ファイヤー、ありがとうファイヤーっつって。とりあえずさっき減った分はこれでチャラにできそうやね。アンダー、これ300か。引き寄せることができる敵と数が増加する。弱いってことなんだろうな、3ってことは。レベル2で、こっちもあるね。よいしょ。あれ出ない。待って、なんで、あれなんでポジション出ないの。あ、今こいつがかかってるからか。お前が今ポジション食らってるからか。解除されてくんねえかな、早く早く解除されてくんねえかな。お前がかかってる間は向こうポジションかけれねえんだけど。ちょっと ほっとこうか。よし、開けられるか。開けてくれたばい。ロックピンめっちゃ余ってる酒だ。ガチャリンコっつって、ガチャリンコっつってね。ヒーター、ヒーター、これ一回使ったことあんな、こいつ、この弾。これヒーター一回使ったことあんな俺。ヘルファイヤーしとこ、ヘイルファイヤー、こっちからとこ。ヒーターは使ったことあるね。ヒーターのレプリカか、レプリカは使ったことあるんだな。ああんじゃん、イリュージョン、ライフイリュージョンゲット。完璧だ、完璧だ、おお完璧だ、よし。さてと、そろそろ終わった、これでしょ、終わったかい。いやいや、ダメなんやけど、取れへんねんけど、こうか。ダメじゃん、え、待って、なんで、あ、いった、いけるじゃん、なんだよそれ。おい、いけんじゃん、ほい、あれ、あ、これ子供かねだ。よし、これちょっと拾いてえな。ロックピックあった。ソルト、ソルト最大じゃないんやけど。よし、クローレベル3、スタン持続時間増加する、強いね。2倍になる、アンダー2、これ結構強そうやけどね。引き寄せる時の数増える。素手やった、素手で戦うのメインやったら、これちょっと面白そうだよな。ちょっとな、もうちょっと貯めようかって感じですね。そんな安売りする必要なさそう。おー、あるじゃん、あるじゃん。やった。よしよしよし、お金いっぱい。あら、あら、何があら？どうした？見てあれ。どれ？どれ？どれ？おー！エリザベス！完了！そういうこと！よいしょ！おー！いいじゃないか。なかなかやるじゃんか。ロックピックある、ロックピック。ロックピックある。よし。ロックピックあったよ。で、で、ギア。よーし、来た。なんじゃ、スカイラインになんとかするとき無敵状態になる。オッケー。今は使わん。とう。これ、取っておいて。ありがとう。なんか、えらいくれるようになったな。いいよ。いいんじゃないかい？いっぱいくれると嬉しいよ、俺は。ロックピックもっと出ねえかな。持った。場所。もうめっちゃあるから、ガンガン使いたいんやけど。よし。このド派手な、ド派手なカバンの中にいろいろ入ってます。ん？あれ？敵？ほいほい強い、ほいほい、どうだ、強い強いね。これにやられたんだよね、俺結構この弾薬にめっちゃやられたからさっき。よっしゃ、この野郎やり返したったわ。よしよし、いや結構グロいことになってんで、なんかこの辺グロいことになってんで。よし、芝居グ、ちょ、お金拾ってくんだよ、しっかり。オッケー、よし、どっち行く、向こうか。もうすごいな、未来がわかる人なんているわけない。お、俺もそう思うぞ。初めてここに来た時のことだが、夢を見たんだ。そこはニューヨークで、俺の死もニューヨークより大きかったが、燃えてた。預言者の悪さじゃないといけない。やるな。ほら、よし、味方を出しとく。行くぞ。やったぞ。
たやっぱり。いやー来てる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 。ほい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 、よしよしよし、俺のモーターパトリオットは戦ってる。よしよしよし、いいねいいね。どこだどこだ、モーターパトリオット撃て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 、倒せ。よいしょ、全滅 OK クリア。モーターパトリオットとマシンガンタレットみたいだよね。全然余裕じゃんここ。今の盤石の布陣ってやつだったね。よし、余裕だったな。ちょっとまあこれ見させていただこうか。はい、サイドスイング、あれ、おい、望遠鏡見る。よし、サイドスイングしようぜ。これはカムストックハウスか。あ、じゃねえな、これじゃねえな、これじゃねえ、あれじゃねえけど、ちょっともうこれとりあえずこれに乗っていくんやけど、ちょっとまあ待ちたまえよ、待ちたまえよ、待ちたまえ。マシンガンタレットはここにいるし、シリアルでしょ。クランクガンはいらないね、いらないね。ハンドキャノンに頼りすぎやろってぐらいこいつ愛用してるよね。ハンドキャノンに頼りすぎやね、ほんまね。びっくりするぐらいハンドキャノン愛好家なんやけど。ここがストーリー上だな。ストーリー進むのはそこで、こっちとかはなんかある。なんかある。よいしょ。そこまでは分からん。死にに口なしやで、残念ながらな。行くぞ。鍵がかかってる。任せてって、ちょっとなんか甲高い声になったんだ。できた。よし。後ろなんもないな。あ、あるなんか。スナイパーライフルやな。スナイパーライフル。そんなもんいらんな。あ、行くぞ。出発進行。カムストックハウスに向かうぜ。少なくとも彼女はこの街を空に飛ばす技術を発明したの。あ、これ巨大な風船で量子粒子をある高度の時空に固定するの。なるほど、風船ではないんだな。本人は数年前に行方不明になったとあった。ほう、言ったろ、来るって。言ってないわ。そうか、でも言おうとはしてた。でも言わなかった。言うとこだった。本当、名前出てきた。見た目で判断しない方がいい気がする。来ると言ったはずのつもりだった。嘘。家庭法だぞ。それは家庭法じゃない。家庭法はまだ発明されてないか。されていていたはずよ。されていていた。正しく。されていていた、難しいな。気が変になってるようだ。変？何が？私たちたまに互いのセリフを補完する。その通り。しない方が変だ。うん。あの二人どうなってるの？死んでんのか？見てるだけでも十分手品だと思うが。死んでるわけではないみたいな。死人ではなさそうだな。ただもうなんか半分この世のものじゃない感じが出てるのは事実。なんかコビットお前白髪みたいになってる。カムストックハウスはすぐそこだ。よっしゃほら、敵陣に乗り込みに来たぜ。カムストックちゃんに挨拶しに来たぞ。カムストックちゃん、遊びましょう。こっちもまあアイテム確認してから行こうかな。アイテムは大事だぞ。シルバーイーグルっていうのは大事なの。ビスケットボックスバケット、ビスケットバケット空やった。ビスケット入っとけよ。そこはお前ビスケットだ。自販機にポゼションは、ほう、カブストックだろうな。じゃあなぜ幽閉したの。君に拒まれたからじゃないか。さあ君を獣人にさせるよう仕掛けを用意した。知らない方が良さそうだ。ほんまか？なんか後継者にするつもりやったんかな。どうなんやろな。そこんとこは。はい。はい、オッケー。開幕。終わった？よし。強い。強い革新っていうレベルだ。この銃強いな、やっぱ。ちょっと撃ちすぎてしまうところがあるけどね。うん、俺の性格だと。ガガガガッつって。まあいいや。よし。はい。よし。あら？あらは何があら？何があら？何に対してだあら？あら？あら？まあこっちは何もね。ここの錠破りかな？あ、錠破りないんだここ。よし。入ろう。はい。記録してくれ。よろしく。やった？ナイス。
はい、金庫調べる。171。オーケー。ありがとう。お金ザクザク。いただきやす。いただきやす。ロックピック。ロックピック使っても使ってもすぐ補充されてんだけど俺の。どうしましょう。ここは何もなさそうやね。さらに奥行けそうやな。行くぞ。なんだこれ。ヘルファイヤー弾薬。来た。来た。神は俺を見捨てなかった。よーし。マックス弾薬になったぞ。よし、ここにお湯はないぞ。行くぞ。自販機ちょっと用がある。おい。あ、間違えた。間違った。ほい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 。お疲れ。間違えたね。はい、ポジション。こっちだった。ショックやってしまった。電気ショックやってしまった。はい。はい。ありがとうね。よし。いやー、これで全部変える。何でも変えちゃうよ、俺。何でも変えちゃうよ、こっちは。結構来たね。一貫的に電撃を連鎖させる能力がつく。これ買おうか、もうここまで来た。ポジションレベル3行こうか。な。ポジションレベル3のためよ。ここまで来たら。ポジションの量を減らすっていう。これ結構強いで、やっぱり。よし。よいしょ。カービンレイ。災いの種になりそうなやつは処刑しろ。銃を持ったやつ、メガネをかけたやつ、全員が省略。メガネをかけたやつも。よし。カムストックの旦那、次に会うときは商談はなしだ。偽りの羊飼いとやらの頭皮をはむ約束で英雄ホールに乗り込んだもの、少しばかり風向きが変わってね。デュイットは数族の言葉が話せるんだ。俺は片足をなくした子供のその面倒を見てるんだが、デュイットのおかげでその子と話ができたのさ。その子があんたの町でどんな暮らしを強いられてたかを聞いて、今もうあんたの味方はできない。その子にナイフを渡して一緒にあんたの生皮を剥がしに行くぜ。おい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 、カムストックの悪行ってことかな。どこだ、どこ行けばいい。あれどこ、あれ向こう。あー、これ上上がっていくの。ちょっとじゃあ下調べてから行こうか。下なんか金庫いっぱいあんねんけど、ここらへん。ちょっと来たんちゃうこれ。ポジションやるよ。挑戦してみるわ。よし、机を調べて。いいわよ。ポジションレベル3買うためのちょっと、よいしょ、材料を集めていきたいね。ヒーター、よし、ここ開けようか。お、うん、来たんちゃう。変える、変えるよこれ。ポジション変える。来たぞ、ついに。その時が来た。これはあれやけど。よっ、はい、ありがとうさん。よっしゃ。これ額さ、何円か出てへんけど、これめっちゃもらってるやろ金。今のこの出すやつで、これすげえもらってるな感じ。この感じだとポジション買いに行こうぜ。ちょっと近いから、近いから行こう。ポジション買いに行こう。ポジション、ポジション、ポジション。自販機にポジションかけてもずっとこの状態な、これ。あれ、オーマイガッツ。顔が、行くぞ。おっしゃー、来た。めっちゃ撃てる。やばい、数めっちゃ撃てるようだった。よし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 。グランドラージェス、はあ、グランドラージェスっていうのもらっちゃったよ。とりあえずここも開けられんね。開けてくれ。全部開けるぞ。来た、ガンガン開けてくぜ。よし。なんだあいつ。お、待て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 。お、なんだ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 ってなんだって。あ、いて、どこいて、なんだ。お、びっくりした。なんだってね、これは。はっ、びっくりするやんけ。急に襲ってきよったな、焦るわ。なんだこれ、敵いんのかよ。敵いんのかよ、びっくりすんな。敵出てきたぜ。おいおいおい、完全敵いいと思ってたわ。待ち伏せされてたね。そうと中瓶拾って、よし。そこの扉もあるね。あれ、ここ入れねえんだ。ここはコーヒー飲むとかピザ食べるとか。シルバーイーグルあるね、拾おう。よし、ヘイルファイラーもあって、こっちも
ここは、あ、ギアがある。よし、武器のリロード速度30秒速くなる。これ強いんじゃん。でも何今ボックス音のやつだろ。お金は大事なんですよ、ごめんなさいね。金だよ、金こそ全てやからな、この世の中。ほい、なるほど。ちゃちゃちゃ、よーし。でからなんか強いないかねー。ヒーターばっかやな、あまりないね。あまり欲しいやつねえわ。お金よ、いるでしょ。はい、センキュー、いただいて。PC スース、こうスコープ見てサイドシーンをまた一個進めよう。リューテス女子の兄コロンゲ、あ、こいつらじゃん。コロンビア最高科学者。ほう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 。よもや彼女に身寄りがいたとは。カン兄弟なのね、あの二人は。あー、兄弟でした、兄弟でしたってことは分かったけど、でって感じもするけど。ピストル、シルバーイーグル、この細かく拾うの難しいよね。これちょっと拾うやつね、これ難しいよ。 RPG を追って、 RPG も強いけど、でもヘイルファイア強いからな。すげえ生え飛んでるの、やめて。あとここは何もない。よし、じゃあ出ようか。さらば、また邪魔するぜ。マシンガタレットが一応出してるぞ。やっぱりさ、敵上にいるの、これ上にいる、これもしかして上にいるの。あ、いるね。はい、いるね。これマシンが垂れて死んじゃったよ。ほい、よっ、センキュー。ちょっと待って、ちょっと待って、ふざけんなマジ。どこ行った、ファイヤーマン、ファイヤーマン。おら、もうちょっと仲間なら行け、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 行け。よし、この野郎。よっ、おー、マジか、来いや、あぶね、やばいやばい、バカバカ来んな。よし、ああ、危ねえ。全然当たらなかったね、ヘルファイヤー。ひどひどすぎたな。よし、よし、はあ、急に戦闘始めたから、まさかいるってやったとはな、敵が。よし、ヒーター、ヒーターを持っておこう。よし、どこに行くのこれ、次どこ行くの、あ、向こう、向こうか、あっちだね。よし、あー、ド派手にやらかしたぜ、これマジで。ほんとに。やってくれたなって感じやな。マシンガンタレットがさ、あそこにあったの、やっぱおかしいと思ったんだよな。上にいたんだな。まあ、先行攻撃、下にしろ。なかなか強烈だった。ここも行くんだ。あってんだ。どっちでもいいんだよ、別に。あ、自販機ある。だから、すげえ自販機のバーゲンセールになってんねんけど。そうするとさ、俺はこれをするわけだ。ガンガンね。よーし、お金。リロード短縮、短縮。カービィ、ピストル、スーパーライフ、リピーター。ヒーターのリロード速度 50% 低減とかね。この辺もな、全部買いたいけど、全部は買えねえな。さすがにな。ちょっと貯めとこうが。オッケー。はい。お金ちょうだい。セキュー。さあ行くぞ。カムストックのお家に。まだいる？まだいる。はい、あー、赤いやついるね、あ、赤いやついるね。ほ、あ、待って、おーれー、おーれー、おーれー。はい、ありがとう。ちょっと待って、リロード速度押すとこいつ、ほんま。はい、よいしょ、はい、さよなら。ヒーターのどこだ、おいどかー、ほいどかー。よいしょ、次来いよ。おいしょ、おいしょ、くそ、ほ、よし、次あそこか、ほい、
一撃必殺。いや、あれ、うん、といといて、いるいる、あそこもいる。はい、よいしょ。テスラゴールめっちゃしびれてくれてはる、助かるわ。よいしょ、次、はいはい、次、あ、そこか。めっちゃいる、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 遠い、遠すぎる、近づくぞ、ちょっとちょっと近づくぞ、エルダブス。でもこれ使えば、あ、うちが、ちょっと、はい、味方して、味方って、いけ、はい、もう一人お前も味方になって、はい、よし、どこだ、まだいんの、まだいるね、まだいるね、はいはい、おら、いけー、よし、頑張れよし、センキュー、怖い怖い怖い、来た、また来た、ファイヤーマンだ、それしかないの、頑張って、ファイヤーマン、いや、いった、いや、いった、いや、痛い、いや、痛い、よし、よいしょ、よいしょ、危ない危ない危ない、あのファイヤーマンやばいよ、あのファイヤーマンやばいよ、あのファイヤーマンやばいよ。さあ、テスラコイル当てる、これに当てる、このコイル当てる、よし、センキュー、痛い、来いよ来いよ、痛い痛い痛い、殺せない、痛い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 、はい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 、よっこいしょ、怖い怖い怖い、よし、終わった、あ、つえつえ、数がおかしい、数が、最近ちょっと数がすごいんやけど、どんだけ数出てくんねん、待て待て待て、めっちゃ数出てくるようになったな、なんか急に、どうした、何があったというんだね、大変だぜ大変すぎるぜ、本当にさ、ドッタン、本当にめっちゃ出てくるやん、これちょっと借りるけどさ、リピーター借りとこ、ちょっと、びっくりびっくりびっくりだぜ、急にやんね、急になんかもうすごい数出てくる、終わっても終わっても、倒しても倒してもみたいな、マジでポゼションやっといてよかったよ、これ大事だよ大事、よし、オープン、キャビネット調べていこう、さてと、さっきオートセーブ一瞬出たんだけども、ちょっとどこでオートセーブされたんかよくわからんから、もう次出たらだ、次出たらセーブしましょう、よし、 OK、 よし、はあ、もうさ忙しいんだよこのゲーム、ほんと忙しいね、ああ、あ、ライフイリュージョンとかここありそうなんじゃないもんか、意外じゃないもんだね、こんだけ、よし、遠距離すぎて弾が当たんねえんだよな、あそこまで遠く行かれるとね、もうちょっとなんか弾を当てられるようにしとかんとダメだな、あっちか、こっち行ってみようか、こっちティア、クランクガンがあった、あー、こう接近してたら強かったね、ここまでね、そんな元気も俺にはなかった、カービン銃の方が強いかな、ちょっと遠距離すぎて勝てねえってことがあるから、カービン銃にしとこうかな、ちょっとカービン借りとこう、よし、こいつなら遠距離まですげえ綺麗に届くからな、スナイパーライフルでもいいんやけどね、あんまりちょっとスナイパーライフルは俺の性に合わんからな、うまくねえから、どの FPS でもめっちゃ死んでんねんけど人、待って待って、殺されすぎやろ、なんなんこれ、めっちゃ死んでるやん、まあそうか、コロンビアにいる人も全員皆殺しレベルか、これすごいことなってんな、結構あれやね、デイジー・フィッツローもド派手にやってるって感じやな、これはエリザベスの気持ちも分からんでもないな、どっちどっちが勝っても結局一緒やないかっつってな、まあ戦争とはそういう問題ってことなのかもしれんけど、よし、さてと、行くぞ、ちょっとこれを見てもらえるか、簡単すぎる、先開けてください、もちろん、よし、いいわよ、いやー、また戦闘だよ、待って、も戦闘さ続きすぎないか、ちょっと待って、一体、よし、はい、次、
終わり？終わった？終わったくさいね。よし、戦闘がちょっと続きすぎだぜ。疲れるって。もうちょっと。解説は一方通行。出る前に今夜を調べるべきじゃ。どっち？改札は一方通行、出る前に本屋を調べる。おう、改札は一方通行ね。改札出たら多分今回は終わりくさいな。じゃあこっち行こうか。本屋ね、本屋調べろって言われたから来たよ。よし、よくパーセント出してもらってありがとう。はあ、デビルキスとか。さあこの辺もいっぱいあるけど、ブランコ、クロー、ショックチャージの連鎖も強いね。ちょっと欲しくなってきた。お金欲しい。サンキュー。ありがたい。お前ちょっとこれやっとけ、これ。ちょっと手を貸してほしい。これやっとけ。よし。OK。じゃあ、お金取らせて。よっしゃ。あ、これショックチャージ買えるやん、もう。早い。これ最初からやっときゃさ、めっちゃ良かったんだね、これね。最初からやっときゃすげえお金貯まったんだな、これで。失敗したね。知るのが遅すぎた。本屋さん、ここ。はい。スカイライン使用時、武器の威力が 30%。スカイライン使用時ってなんだ？まさかさ、この後さ、あいつ、ソングバードと戦うのってもしかしてスカイライン乗ってる間ずっと。可能性あるな。兄さん、カムストックは理解していないわ。この装置が予知を得るためのものではなく、別の可能性を知るためのものであるということを。でも、彼の資金があれば、ルーテスフィールドをルーテスティアにできるかもしれない。異なる世界をつなぐ窓よ。もしそうなればとうとう兄さんと一緒になれる時が来るのよ。異なる世界をティアっつってたな。装置なん、ティアって装置でできるの。しかもあの子あれなんや、兄さんにほの字やったんや。それも衝撃やな。やばい。ボックスが銃撃騒ぎを起こしてる隙に恋人をさらわれた。あの娘はソルティオイスターに監禁されてる。きっとクローゼットの中だ。奴はお宝をあそこにしまっとくからな。レシの下のボタンを押せば開くんだが、いかんせん。あんたはきっとずらかるだろう。お疲れさん。人がさ、聞いてるときにさ攻めてくんだよ。人が聞いてる時に攻めてきやがってさ、あかんで。そういうことしたらもう話聞いてっとこやってんけど。よし、よっしゃ。さあ何やら、ちょっとなんとかティアにできるかもしれないっすか。カムストックは未来予知を結局機械の力で得てたってことになるわけだな、これやな。しかも予知ではなく別の可能性を知ることができると。開発者自らそう言ってたね。またいる。もう待ってくれよな、ほんのさ。よいしょ、来いよ。はい、よっと。次はどうだ。来た。はい、どうだ。そんなもんか。よし、強いな、カービンライフル。カービンライフル強えな。久しぶりに使うとめっちゃ強くてびっくりするな。よし、じゃあ改札通ろうか。ポールとロックがかかるみたい。後戻りはできないわよ。怖いこと言うな。行くぜ。あれ、なんで俺より先通ってんのお前。なんで俺より先行ってんの。びっくりさせんといて。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうかね。セーブ出ましたから。いやー、ちょっと前半の方ね、申し訳ない、ひどかったね。相当ひどかった。はい、ということでそういうこともたまにはあるということで許してください。じゃあ今回はここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、ということは次のパートを見てください。それではお疲れ様です。